いえ、亀の頭。あ、お、気づかなかった。気づかなかった。いや、気づいてるでしょ。いや、本当に気づかなかった。梱包だと思ってた。短すぎる。亀の頭って言わないと危ないっすよ。まあそうだね。まあ俺の名前もアウトだけどね。確かに。言われてみれば確かに。いるわー。あー、来たわー。拠点の前に。なんでこんなに来るようになったんだろう、ここに。なんかめっちゃ来ましたね。戦おう。一人やったけど。ナイスです。いや、来るなら来いよ。確かに。早く家完成させたいですね。うん。おー、できた。やばいな、これ。ガンガン撃ってくよ、俺。倒せます、それで。何を撃とうとしてんだろう、でも。なんか矢を作んなきゃいけないんですかね。そういうわけでもね。なんかアイテムを保管する棚とかも欲しいよね。そうっすね。アイテム保管す、穴できないっすかね。え、イカダとかも作れるよ。え？それで脱出せよってやつですか？脱出しちゃうとでも息子が助けられないからね。あ、そっか。そっか。実はね、実はそういう目的があるんだ。もう多分死んでると思うけど。確かに。こんなのらりくらりやってたら。面白い。いろいろ作れんじゃん。罠とかさ。なんか作れますね。あと12本っす。うい。あと12本。ちょ、もう一回水探してくるわ。おい。あ、でも目の前にあるじゃないですか。あ、あったあったあった。そういえばなんか敵が作ったような人工物のとこにもさ、なんか鍵付きのなんかケースとかゴロゴロあったな。ありましたね。ちょっと見てくるわ。はい。布とスナックだった。できてきてる。いいぞいいぞ。この調子だ。布とスナック。あ、
スナック菓子、いいっすね。俺も欲しいな。俺5個あるわ。マジっすか。うん。僕トランク開けてもなんか布しか出てこない。お腹痛いんでトイレ行ってきます。あ、ガチ、ガチに。ガチのやつ。ああどうぞ。やべ。そっち行くな。くっそ、てめえ。戻りました。ごめん、死んじゃったよ。ああ、見たいっすね。なんか、うん、死んでるマークが出てました。頭ライトが来ちゃったからさ。ああ、頭ライト、どうにかなんないんですか。はい、ちょっと、あっちか。あれ、丸太小屋できました、もしかして。いや、まだ。あ、まだですか。あと14本。ああ、でも、もうちょいっすね。あとでき、うん、もうちょいでできますね。いやー、面白いなこのゲーム。見てる人は絶対面白くないと思う。うん、見てる人は絶対面白くない。焦っちゃいけない。
忘れちゃいけない。もうちょっと焦ろよってな。お前らいつになったら焦んだって。鍋見てみ。え？に肉とかいろいろ。すごい。うん。亀も来てるよほら。あらあら。亀も来てる。亀燃えてんだけど。え？亀が燃えてる。本当だ。死んだよ亀。燃えてる燃えてる。じゃあ寝ます？寝ますか。そうです。全然回復してないよ体力。確かに。え？もうちょっとちゃんとした家で寝ないとダメってことっすか？そういうわけでもないか。わかんない。え、てかさ、肉かなり入れたんだけどさ、はい。一口で食いやがった。え？もったいな。もったいな。マジか。あ、でも僕一個さっき食べちゃいました。え、あの鍋から？鍋から、ここだけ食べました。あ、じゃあ、何回か食えたのか。何回か食えたかもしれないですね。家を早くどうにかしないと。あと10本。あと10本、はい。合福。いける。あと6本。うん。お、あと4本。あと1回ずつで終わりっすね。うん。よし。いやー、詰まった。やっとできるよ。よーし。おー、できた。なんで順序をどうしよう。ハートは万華鏡。月の光に導かれ。同じ国に生まれたのミラクルロマンス。おかしい。確かに。